はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日もですね、バレッタを使ったヘアアレンジを4選ご紹介します。ちょっと長細いバレッタ。いろんなね、使い方があるんですね。なので、ヘアアレンジが苦手な方でも結構簡単に決まります。今回は、ウィッグはちょっとミディアムぐらいのね、長さでやってるんですけれども、ボブの方でもいけますし、あとはね、ロングヘアの方でも使えるアレンジをご紹介していきますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず一つ目のアレンジなんですけど、全部一つにまとめていきます。で、まとめて、まあ普通にね、こう耳の下あたりぐらいでまとめて、このヘアアレンジのアクセサリーで全てを挟んでいきます。で、この時にね、ちょっと緩みやすかったりもするので、少しこう気をつけながら挟むようにしてください。で、挟んである程度こう形を整えていきます。で、少しね、この辺ってやっぱりこう頭の丸み的にちょっとね、ペタッとしやすい方もいらっしゃるかなと思うので、このヘアアクセの部分を持ちながら、少しだけボリュームを出します。で、ボリュームを出すって言ってもこう頭の丸みを出すような感じのイメージで出していただければいいので、ここまでね、細かくやらなくても大丈夫です。で、毛先の部分、少しね、ちょっと跳ねたりしてる方が、おしゃれ度が増したりとかね、こなれ感が出たりもするので、ここで、ストレートアイロンで、外にカールをつけていきます。で、これも別にランダムで全然大丈夫ですので、まあ、お好みでね、なんか動きが欲しい方に関しては、外跳ねで形をつけるようにしていってください。こんな感じで、バランスが整えば、完成です。では二つ目のアレンジは耳掛けです。このね、サイドの髪の毛を全部後ろに持ってきて、耳にね、髪の毛をかけるイメージでバレッタをつけていきます。この感じで、耳後ろぐらいで全然大丈夫かなと思うので、パチンと止めます。ちょっとね、顔周りが邪魔な時にね、パパッとまとめれるアレンジになります。次は、全体的にまとめて、少しねじりながら毛先を上に持ってきます。こんな感じで、スッキリさせるような感じですね。で、バレッタで、この下の髪の毛とねじってきた髪の毛を挟んでいきます。こうやってまとめるだけでスッキリとしたヘアアレンジができます。まあ、この辺の対象の方は、まあ、ボブヘアの方。あんまりね、アップスタイルができない方におすすめのヘアアレンジになります。後ろに持ってきて、で、この時に、この耳後ろのこの辺の髪の毛も全部後ろに持ってきます。こんな感じですね。で、ここで、バレッタをつけていきます。結構ね、後ろ気味でいいかなと思うので、できて、ここで、ちょっと挟みます。こんな感じでね、まとめると、耳後ろだったりとか結構スッキリとして、まあ、いつもとはね、ちょっと一風変わった涼しげなヘアアレンジになります。はい、ということでね、こんな感じで、バレッタのヘアアレンジ4選をご紹介させていただきました。髪の毛の量が多い方に関してはね、このバレッタがちょっとね、強力なやつを使ってあげると結構しっかりと止まってくれますので、ちょっとね、いいやつを買う方がおすすめです。なのでぜひその辺も参考にして、ぜひやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。